これ順番はもうこれはやります。もうすでにやってる。できる。そう、それで押し。そうじゃなくてさ。あ、そう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 。 次は、だしの素。これ？はい。しばらく煮るのでカット。京都の最強の白味噌。これグリグリするの？うんうん。あ、違う。ちゃうけど、まあいいや。いいや、はい。これで、これで、そいで。 グリグリして。グリグリした。はい、それではお餅を入れていきます。マイクを止まりますように。ついでに手裏剣を。あ、手裏剣と言ったら忍者か、忍者カフェを見てください。概要欄に多分載ってると思うな。まあいいや。 まあ、おすすめ動画として出てます、最後の画面に。最初にね。最初？うん。どっちでもいいか。とりあえず、説明欄とか載ってるから、とりあえず、見て。はい。はい。 食べていきましょう。まず人参。普通の人参じゃないの。金時人参って言います。ちょっと甘いです。癖が強かったかな。ちょっと甘いです。 甘すぎますね。あれ？雑煮自体が甘いのかな？それは里芋かな？里芋です。ちょっと甘いです。ちょっと甘い。結構甘いですね。スープがそもそも甘いのかな？ お雑煮といえばこれじゃない？三つ葉。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画で見ましょう。じゃあね。